はい、じゃあごめんね。ちょっとまず薬なしを少しやってからね。口から入れられる、すごいことですよね。これストレスじゃないかっていうことにもなるけど、でも食べんことを考えると、そうですね。で、これ薬が入れたるやつ。はい。ええですね。はい、どっちだったっけ？こっちですよね。同じような量だったら、なかなかちょっと、すみません。永田さん、ちょっとごめん、A の薬さ、水で溶いて。まだあるかな。なるべく少なめの 0.5 か1か。これは水で溶かした A の薬。はい。あるでしょ、この間のが4日分ぐらい。でもこんなことで決まってできそうですよ。まあやってみてですね。まあ、食べないよりは食べた方がいいですよね。はい、1日1回でも2回でも、はい、今この子の食べるのだと。そしたらこの注射器と流動食用の缶詰出しますから、はい、基礎缶だけね。はい、あの手の缶はさ、その 1回にその1缶食べれないから、はい、あの他のタッパウェイに移して、はい、で冷蔵処理をさ、で冷蔵だったら3日間ぐらい、はい、から冷凍だったらさ1週間も2週間いけるんですけど、はい、だどんだけ食べるかまだ分からないだから混んで、何グラム用意したら40グラム用意して、こんだけこぼれてるから、まあ35グラムぐらいは今食べてくれます。ただね、
バーン初めてだからちょっとここで学びますけど、全然足りないです。ルーティンが。でも最初からさ、そのドカッとやっても吐いちゃったら元も子もないんでね。はい。やっぱ通常 70g とかかけた方がいいみたいです。そう。もっとだよ、もっとなんですよ。量的に。ちょっと一回計算してみますね。はい。ごめんね。ご飯って回数分けてあげた方がいい。朝と夜だけとか、朝昼晩。いや、その一回に食べれる量によります。たくさん食べれるんだったら、2回でいいんですよ。でもたくさん食べれないなら、3回ぐらいにした方がいいかもしれませんね。さあ、でもそんで、スーパーライスを見てもらったら、3分、3分です。はい。よし。で、これとこれとこれか。後でちょっとコピーし、本当にこの缶詰なんですね、はい、ワンちゃんの子ちゃん用、はい、で、4キロの子で、はい、大体1缶の子で 156g 入ってて、はい、169から 270g、はい、でこの子の場合はこれスケジュール1、2、3って書いてあるけど、はい、スケジュール2です、ガンだから、はい、4キロの子で 238 ってことは1日1缶半ぐらい、ただまあ他のも食べればね、その分減らしてもらっていいんだけど、だからまあとりあえず1缶出します。それからさっきの大きな注射器、あれ肝臓用の注射器なんですよ、先が太いじゃないですか、あれは2本出します。それでまあやり方はあの詰めてこうやってやって、トントントンってやって空気を抜いて、で何グラム入ってるかね、見ながら何グラム食べたっていう、そんでやってもらおうかな。それと薬も。これで一回引き取らさせてもらって、4日分薬出しますわ。はい。あれこの間って3日分で出したね。3日分ですね。はい。脂肪とあるじゃないですか。
タンパク質と脂肪が多いです。がんの人はさ、炭水化物が栄養源になっちゃう。そう、だから炭水化物少なくて、タンパク質と脂肪が多いから、腎臓のことは考えてません。腎臓のことは考えてないけど、とりあえず本人に栄養がいて、がんに栄養が行きにくいんです。栄養素は高タンパク、高脂肪だけど、あんまり高脂肪やりすぎちゃうと、あの、難病になっちゃうとも言います。だけど炭水化物は極力少なくするから、炭水化物ががんの栄養源になりやすい。だから割とがんの子に栄養感はちょっと使われます。ただ例えば腎臓病あったらやったりとか、あとは腎臓病食の方がいい。そばですよね。そうそう、でもそんなこと言ってたらガリガリになって、こんだけ食べてたらどん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 落ちちゃうから、もうこのカルカルやってください。よく食べるようになったらね、ちょっと腎を抑える薬はあるんですよ。でもそれ出したらまた薬が増えちゃってさ、とりあえず最低限がこんだけなんですよね。これがちゃんと飲めるんだったら、そういう腎臓病用のもうちょっと腎を吸着するような薬を出してもいいんだけど、多分そこまで到達できないから。でこの中で一番大事なのね、実を言うと B なんです。1日1回の特にあのステロイドが一番大事。でももちろん塩も大事ですよ。はい、大事って。ということで、はい。じゃあそれとあとですね、残ってあるかな。じゃあ薬は4日分お出ししますね。はい。ね、スーパーライザー。これ何分やったっけ？3分やった。ごめんね。せっかく来たからちょっとデンタルケアにも多少でも慣れてもらいたいんで。中ポケットの悪玉菌を弱らせるお薬です。家だとこんな簡単に入れないでしょ。だから意識はしっかりするわけですよね。されしますか。じゃあこちらね、はい、つけてください。はい、じゃあ、後で受け付けで、はい、缶詰を一つと、さっきの大きいから、あのもう一つサイズ小さいのにします。その方がやりやすいと思うから。で、たくさんやれるようだったらまた言ってもらえれば、はい、大きいサイズ出しますから。わかりました。それは2本出しておきますので、はい、あの、とにかく注射器は石鹸使わずに洗ってくださいね。はい、で、今日の夜は3種類薬飲まなあかんだけど、ちょっと飲ませてほしいかなとは思うけど。まあ、あの、できるのないんでね。はい、じゃあそういうことで、はい、まあ、とにかくほんで家帰ったらさ、はい、あの褒めてやって、はい、でちょっとこうやってやって食べるんだったら、はい、あのこの子の好きなやつを食べさせてもらえますか。はい、でこの子ってさ、例えば魚とかそういうの食べるの。魚はそうですね、魚は割と興味があるんですけど、はい、あんまりそのペットフード以外ってあげないようにはなるべくはしてるんですけど、あの例えば魚とかね、はい、お肉とかね、はい、味なしね、
味がします。それはこれタンパク質ですよ。はい、ガラと生でも焼いても、焼いてもどっちでも、うん、からあとはお豆腐とかね。あ、豆腐、はい、ただまあ食べても体重が今 4.1 いくつ、まあ本当はこの子 5キロあると思うんですけど、はい、まあ5キロとして、まあ人間が1回食べる人の食べる量の10分の1量ぐらい、はい、自分だったらどんだけ食べるかなと思って、はい、豆腐一つですよね。その自分の1ぐらいの量だったらやる、はい、やりすぎるとちょっとお腹壊したのも困るんで、はい、だからこの辺味なしだったらやっていいですよ、はい、もし食べてくれるので、はい、そうすると今のもともと食べてるやつよりもタンパク質が補えるからこの子にはいいんじゃないかなと思いますので。あの水もちょこっとなんか少なくなったみたいで飲むのも。あ、本当。ちょっとインターネットとかで見てたら、うん、人間 DOS1 みたいなのがあるよって書いてあったんですけど、はいはい、ああいうのはあげても大丈夫ですか？いいですよ。うん、ただね、あんまり飲んで甘みがあるんだったら薄めて、はい、要は揚げたいのは水分だから、はい、でそういうので電解質が入ってるからいいと思いますけど、はい、どうしても糖が多いと思うんですよね。あ、そうやって書いてありました、うん、だからちょっと薄めて飲んでくれるなら全然ポカリスエットでも、あ、もう書いてあります、2、3倍に薄めて飲ませるとかって。だからもし飲んでくるならそれでもいいし、はい、でもただの水飲むのが本当は腎臓病には一番いい、うん、それからあとは例えば暑いからそういう時に氷を1、2個浮かべてやると余計飲む子もいるし、はい、回転も甘くなる子もいるし、はい、じゃあ試さんとわからんし、湯冷ましの方が飲むとかね、はい、割と猫ちゃん湯冷ましを飲む系、ちょっとあったかい方が飲むみたいですね。あ、そうですか、はい、だからあのお酒を作ってあげて飲むんだったら、はい、とにかくね水分を取ってほしいんですよね。いろいろ試してみてください。でこの子はどれを一番よく飲むのかまた教えてください。はい、はい、じゃあ薬4日分と缶詰とシリンジを2個ね、はい、出しておきますんで、はい、でまたそうね、あのとりあえず薬あの4日分出しますから、はい、あのそこの間の、まあ食べてうんちもしっこもちゃんとしてくれてるなら、はい、4日後に来てもらっていいんですけど、はい、なんか調子悪そうだったらまた来れるところで来てください。わかりました、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、すいません、はい、ありがとうございます。はい、これ向こう持ってきてね。はい、